はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ストーリー進めていきました。5人の誰にするか決める場所ですね。ここが分岐点なので、慎重に決めたいところですけども、誰にするかな。多分、無難なのは、ここか、オーガじゃない？ちょっと変化球みたいなのは後に取っといて、最初は無難なところから行きましょうか。これ、オーガでやっていきたいと思います。はい。職業を選ばなきゃいけないの？そうか。となると、アイテムいっぱいゲットできる盗賊だろうな。戦士無難そうだけども、盗賊で、行きます。はい。完全に悪者になってる。離れぞ。貴様を叩き潰し、勝負を怪我した罪を命で償わせてやる。ボス来ました。ジガンフ。こっちのレベルは10です。いや、あんまり意味なさそうだしね。ホイミぐらいしか使わずにいっか。ピオラぐらい自分に使っておこうか。意味あるかはちょっとわかんないけども。おー、ちょっと攻撃力は高いよ。そこら辺の敵とは違う。たまに回復入れていった方が良さそうだね。獣になれ。オッケー。簡単に倒せそうな気はするね。おい。もう黄色になってる。おい。獣になれ。あ、これなんか変身するんじゃない？もしかしてさ。おい、危ない。なんか変身しそうな気する。なんかするでしょう。なんもない？なんもないんか。おお、経験値もらったなー。レベル11。ちょっと進むとエイドスが仲間になってくれました。で、行く場所がここか。ベコン渓谷か。行ってみーよ。多分レベルはエイドス12なんで、13あれば十分にクリアすることができるでしょう。なんかここ複雑だな。小屋まで行けってことか。あの矢印なんだ？なんか矢印のところを、どういう風に行けばいいんだ？洞窟がある。でも多分そっちじゃないんだよね。矢印がある方向にちょっと行ってみましょうか。いや、これ上か！あ、違う違う。大丈夫だ。矢印が洞窟か。待って、これ洞窟がいろいろあって、正解があるんだな。違う。小屋が目的地じゃないや。あそこに行かなきゃいけないのね。ってことは、とりあえずここを抜けて、上の矢印のところに行けばいいか。上に向かうか。多分、上のところの矢印から入っていけば間違いないかな。この先だ。あれ？行けない？もしや。行けないの？ああ、死者たちが眠る洞窟を通り抜けていくべし。まあ、宝箱あったからいいや。そうか。洞窟を抜けていけか。となると、どっかに見えたね、洞窟が。
その先だわ。洞窟を抜けて行けってことね。ここか。正解だね。ここだわ。ん？寝てる？いや違うな。死体かこれ。あ、違う。びっくりした。これスカルゴンみたいなの倒せないでしょう。倒せる？なんか敵とはちょっと戦ったら死にそうな気がするな。あ、死者の眠りを妨げてはいけない。こいつら戦わない方がいいんだな。ん？ここか。別に周りにアイテムは何もなし。ここだな。なに？骸骨がいっぱいいる。なに？ボスだ。強そう。それではオーレン、行くぞ。まずは周りからだよね。ボミオスグループだからダメだな。いや、とりあえず周りの骸骨をまずはやってみましょう。うそ、落とせない。意外と強いぞ。いや、とりあえず1体ずつ確実に仕留めていこう。わあ、エイドスやばい。回復ないよね。いやー、ホイミぐらいじゃちょっと間に合わないぞ。まあ、耐久しながらなんとかイオでわーやってもらうきゃねえな。とりあえず俺はずっとホイミでいきましょう。おっしゃ、いけた。やばい。とにかく攻撃力高いな。でもエイロスを回復させていってればなんとかなるな。 MP もいっぱいあるし勝てそうな気するぞ。わお、オッケー。どんぐらい与える？ 45。 まあまあだね。まあまあ、あー、いけ。お、自分でいけるんかい。しかも回復量結構ある。いっけ。そろそろ黄色になる。まだまだだね。しぶとい。俺はもうとにかく攻撃をしまくりましょう。待て、ここでさ、特技だ。盗む。何も持ってない。持ってないんかい。なんかすごいアイテム持ってればよかったんだけどな。持ってないんだ。うわ、やば。多分ね、スリープダガーとかね、効かないんだろうな。あぶねえ。ちょっと待って、エイドスしっかり回復してて、これ死ぬよ。よし、でも確実に追い詰めてきてる。ナイス、いくぞ。ホイミかい。あー、いい。よし、いっけ。おーし、もうちょっと。
どうするか。いや攻撃でいい、回復する自分で。ほれ、いやむしろドローは使えば倒してたとは思うんだけどね。いっけせい、お意味もう倒せるでしょう。あぶねえ。どうだ、まだか。最後の最後粘る。意外とレベル13ぐらい上げてちょうど良かったかもしんない。ものすごい強い。よし、オーレン撃破。よし、14まで上がりました。はい、ということで今日はオーレンまで倒しました。レベルは、14ですね。まだまだ成長の余地ありです。はい、頑張ってやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。